ひめかです。ゆこです。ひなです。アリアです。ピンク。ラテ。ティー。ビー。始まるよ。イエーイ。はい、今回の企画は目隠しお菓子でクイズ。イエーイ。この中に2、3個ずつお菓子が入ってるんですけど、はい、このアイマスクで目隠ししてお菓子を当てていくというゲームです。お菓子めっちゃ得意な人、お菓子とか言いたい。なんかお菓子っていろんな形とかあるから、うちの1個は食べるんです。スタバカだとスタバカ。ひめかは案外受けないとか言いそう。なんか、え？バカにされてる？アニア意外と得意そうだよ、ね、お菓子大好き。大好き。お菓子食べ込んだ。なんか全員得意そうじゃない？ゆなちゃんもゆかちゃんも。いや、頑張ろう。早速、やっていこう。それでは、レッツゴー！ゴーなんかいつもと違うからさ、わかんないよ。じゃあ、行きます。どれ？これで。おお。私は大好き。これです。これです。はい、これ美味しいよ。絶対美味しい。でも分かると思う、エコちゃん。はい、じゃあちょっとゆっくりどうぞ。一個どうぞ。はい、はい、分かりました。何これ？あー、何かは分かったでしょ。なんか曲がってる。で、ゴツゴツしてて細い。いただきます。ん、うん、分かるかな。え、食感がエコの好きな桃の味がします。お、系統は多分グミ。お、正解だ。ちょっと砂糖みたいなパウダーが効いてる。エコ食べてみたい。じゃあ、はい、エコちゃんに答えを出してもらいます。せーの、レッドチーネグミの桃味。おお、当たってますか？当たってます。エコちゃん桃好きだから。次、ひめか選手。あ、近いのなんだね。はい、なんか取っちゃった。え、なに、あ、え、なにこれ。あ、知ってる知ってる。です、です、これです。早速、触ってもらいましょう。硬い。そう、プニプニはしてる。形はちょっとわかんないかな。え、あ、あ、もう分かったかも。いただきます。どうですか？なんか醤油っぽいし、なんかしょっぱい系のスナック菓子です。食べたことあります。食べる頻度が多いわけじゃないけど、結構みんなに知られてるみたいな。せーの、どでかいラーメンのの醤油味。え、会社は、会社はベビースターどでかいラーメン。塩。違います。チキン味。はい、次、アリオか。じゃあ、エンディ？いいよ。これに、ね、これにする。迷ってました。アリアちゃんの。え、めっちゃ気になる。めっちゃ好きなやつ。いいなー。いや、めっちゃドキドキ。はい。です。これです。アリアも好きだと思う。はい、これです。ちょっと匂いを。匂い、どうだったんですか？なんかソーダっぽい。いただきます。ね、豚で豚でくる。これグミなのは分かったけど、全然噛めないよ。でも名前難しくない？え、初めて食べた。パッケージはなんかニコちゃんがもう一個食べたい。はい、いいよ。なんかちょっと爽やかな名前。うん、結構硬いけど美味しい。アリアなんだけど名前考えちゃった。これっぽい名前。カムカムレモン。やめてるもんじゃないよ。これさ、ゆらりこの前持ってきてた。うん、持ってた。大好きだよ、ゆらりちゃん。答え言ってもらいました。せーの、ゆらりグミ。やん、なんて言ってた。夏です。サワーズグミです。サワーズグミのラムレ味でした。カメカメカメサワーズカメカメ。わかんない、今聞いたことない。次、ゆなちゃん。これだ。オッケー、開けるよ。なんだ。おお、待って、これめっちゃ好き。いいな、え、いいな、はい、え、めっちゃ好き。なんかとなんかが合わさったやつ。そうそう。じゃあどうぞ、ご試食を。え、待って、なにこれ。いただきます。ちょっと待って、どうだ。
何と何かは分かった？うん、エッグが。お、正解、クッキーとチョコ。そう、チョコのところに絵が描いてあるよ。そう、あ、待って、ありがとう、ヒント。めっちゃいいでしょ。分かった。どうぞ、じゃあ答え言ってもらいましょう。せーの、アルフォートです。やったー。アリアめっちゃ好き、アルフォート。え、アルフォートだったら当てるかな。おばあちゃんちとかによく食べます。じゃあ次、2回戦目どれにするんだ。それか、オッケー、開けてあげる。これは分かるっしょ。おなじみの、わお、同じのこれです。いろんな形がある。どれでもいいよ。分かった。ちょっとザラザラしてる、なんかおせんべいっぽい感じ。どうぞ。いい、ね、いい、ね、いい音、ね、中に空洞みたいなブクッてしてるところがあって、こちらボコボコしてる。当ててもらおう、お菓子を。じゃあどうぞ。おっとおっと、正解。次は姫香選手。選手、甘いのが食べたい気分。何これ、何これ、分かんない絶対難しいじゃん。一番難しいね。マジ？そうですか。お菓子ですか、これ。これです。絶対みんなも分かんないですよ。じゃあ、はい、どうぞ。いただきます。あ、なんかお豆の味がします。ナッツの女王と言われています。が外国風の名前、芸人さんの名前。え、サンシャイン池崎。あ、そういう感じなの。髪の毛この人ですよね。姫か見てない3人でやってみよう。せーのこんな感じ。白目。あ、わかった。せーの、ピスタチオ。これ食べてた最初なんか虫かと思った、ね、パッと見。ひまわりの種みたいな感じのやつね。次はアリアちゃん。いいね、パッて。どうごめんなさい。いいな、いいね。それ何味これ。定番じゃ定番。好き嫌いすごい分かれるよね、この味。何それ、そんなある。種類は、いただきます。種類は分かりやすそうで、うん、うん、ちょっとね、ちょっと甘い。種類がなんか砂糖がかかってるポテトチップスみたいな。アリア、この味好き？うん、好き。味のさ、名前のヒント。なんかすごい、ハッピー。ハッピーなんとか。ハッピーターン。ハッピーな乳製品。じゃがいもに合うね。匂い、いい匂いだな。え、もうちょっとヒント。7文字。うん、ハッピーターン。なんでポテチじゃん。これハッピーターン。ハッピーは日本語に直す。日本語で。もっと幸せ。そう、幸せに。幸せソテー。幸せよ、私は。幸せバター。あ、幸せバターのポテトチップス。あー、正解です。難しい。幸せが難しかった。次はこれします。オッケー、開けるよ。バー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 。わかんない。いや、この文字と形が特徴です。これで乳児。さあ、ひなちゃん、どうぞ。いただきます。何系？系統、系統。クッキーみたいな。そうそうそう、いい感じ。形では当てられないかもしれない。いろんな形がありすぎてね。何これ、動物クッキーみたいな。あ、惜しい。食べる子供アニマル。イートキッズ。なんで英語？なんかを通に変えるんだよ、ちっちゃい。食べっ子。食べっ子。アニマル食べっ子。動物クッキー。クッキーいらないよ。食べっ子動物園。なんで？なんでさ、もう答え言ってるのにさ。食べっ子動物。はい、正解。ライオンとかってことか。なんかお菓子パーティーとかするじゃん。そういう時さ、こうやってさ、目隠ししてさ、楽しいかも。絶対楽しいよ。楽しい楽しい。じゃあみんなやってみてください。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。